栄えある受賞者を決定するにあたり、候補者の推薦に大変なお力添えを賜りました国際顧問の方々から、受賞者の皆様へお祝いを兼ねてスピーチをいただきます。最初に中曽根康弘国際顧問にお願いいたします。ここに常陸宮殿下、同妃殿下のご大輪を仰ぎまして、第25回世界文化賞の授賞式がこのように盛大に開催されましたことを心からお喜び申し上げます。25周年という記念すべき年に、素晴らしい芸術家の皆様を受賞者に選ぶことができまして、大変嬉しく存じます。今年の受賞者の皆様は、日本文化、そして東洋文化の造形が深い方や、日本文化から影響を受けたという方が多いと伺っております。そうした皆様の功績をたたえ、受賞の喜びを分かち合い、さらなる芸術文化の発展を願うということは、推薦に携わった者として心よりない喜びであります。東京では7月に私どもの提唱により25周年記念として、現代社会における文化芸術の役割と題するシンポジウムを開催いたしました。各部門の選考委員と2009年の絵画部門受賞者杉本博士さんがパネリストとして参加し、芸術の役割と重要性について活発な議論を展開していただきました。この中で皆さんが、世界文化賞は文化芸術の相互交流相互理解の面で大きな役割を果たしてきたし、今後もさらに大きな役割を果たしていくことになると強調されましたことは、我が家を得たりと大変心強く思いました。また優れた芸術は人間の心を潤してくれる偉大な力を持っているというご意見にも極めて共感した次第であります。本賞も今や芸術における世界的栄誉と評されるほどに発展してまいりました。25周年を機に、私どもは芸術の一層の発展振興に貢献し、ひいては人類の平和と繁栄のために寄与してまいりたいと思います。皆様方のますますのご支援をお願いいたします。ありがとうございました。